赛后访问的期间，我们邀请到的是范老康介来接受我们的赛后访问。那在第一个问题要请教范老康介的是，在今天的比赛哦，总算是拿下队伍的首胜，也要请教一下您现在的心情。この台湾のバスケットコートに呼ばせてもらってとても嬉しくて、でもやっぱ慣れない環境の中でこうやってやっぱ一勝を取れたことがとても嬉しいですし、これからチームの進歩につながっていくと思います。那第二个问题要问到的是，今天高原工商的阵容当中哦，有一名选手就是桑尼亚，身高是210公分。那也有看到范老康介持续的去挑战桑尼亚的禁区的一个攻势哦。那来可以跟我们聊一下这一段的心情吗？小さいながらもやっぱ大きい選手と戦っていくことによって違うところでノーマークが生まれたり、いろんなズレが起きると思うので、そこを意識して自分で果敢にドライブして挑戦しに行きました。恭喜你们获得首胜，也感谢你们接受采访，谢谢。